ちょっと後楽園のね、後楽園に、岡山後楽園に少し似てますが、こっちの方が周囲にね、巨木がたくさんある。周囲をしっかりね、ある下げてますね。やたら広いわけでもない。芋の山というか、芋の山、瀬の山、うん、芋の山、瀬の山ってね、正面の中之島にある左側の山が芋山、右側の少し大きい方が瀬山ですね。そう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 、芋山、瀬山、そうなんです。これがね、鎌があそこ休んじゃってるね。山、このイチョウが美しい。恋はあんまし話がありませんね。この町は面白いね。この町のデザインがなかなか、今やはり紅葉はだいたい3分4分だね。5分まではいけない。この正面にあるのが、この小さいのが蓬莱島か。で、バックにあるのが蛾竜石。この小さいのが蓬莱島。岩崎家、浦井の市。これがね、そしてこの向こうにある。ちょっとここから、うまく見えないけど、この辺にあるのが蛾竜石だ。正面の、もみじもだいぶ紅葉するんですね。で、この苔がね、うまく生えてるな。これはもう、ちょっと後だな。こちらは滝見茶だ。そこはね、向こうですよね。これはイチョウですね。おお、これはもう、樹齢100年ぐらいいってんじゃないかな。おお、あとは、で、緑とかと、今月末ぐらいのね、一挙に、紅葉するでしょうね。これはいいな。そして、こちらが滝見橋。
いいじゃよ。いいじゃよ。作ったな。明日、最後まで作った。